地域密着岡山スポーツ応援晴れスポ、晴れ町ガールの森上です。今回はファジアーノ岡山を紹介していきます。子どもたちに夢を掲げ J1 入りを目指すファジアーノ岡山、昨シーズンは11位、 J2 での最高順位2016年の6位を超え、 J1 昇格となる優勝を目指します。インタビューするのは超絶技巧派の河合選手です。背番号27番、ミッドフィールダーの河合陽介選手。今シーズン J1 清水エスパルスから移籍してきました。10シーズン清水で過ごしており、足元の技術とキックの精度の高さが魅力です。開幕からレギュラーとしても活躍している河合選手に注目です。岡山でプレーしてみていかがですか？すごく楽しみにしてましたし、開幕戦勝利でスタートできたのですごく気持ちよかったですし、まあ、これからがまたより楽しみになってきたところです。J1 で活躍していた河合選手から見たファジアーノ岡山ってどんなチームに見えますか？もともと持っていたイメージはすごく真面目な選手が多くて、はい、ハードワークするチームだなと思ってましたし、まあ、実際僕が来て中に入ってやってみてもそのイメージは未だ変わってないですし、まあ、みんなすごく真面目で J1 昇格に向けて必死に真剣に取り組んでいるチームだなという印象です。そうなんですね、かっこいいです。ファジアーノ岡山に移籍を決めた理由は何ですか？そうですね、僕10年清水でサッカーしたんですけど、そのタイミングで岡山の強化部の方から、J1 昇格に向けて力を貸してほしいっていうのを言っていただいて、すごくいいチャレンジだと思いましたし、自分自身もう一度新たな場所でチャレンジするっていうのが、すごく楽しみに思えたので決めさせていただきました。そんなきっかけがあったんですね、はい、ちなみに河合選手が監督だったとしてご自身を客観的に見てどんな選手だと思いますか？はい、まあ、監督のやろうとしていることはすごく理解できるタイプだと思うので、まあ、そういうチームが目指しているサッカーだったり監督が目指すサッカーっていうのを理解しながらも自分の良さを出していける選手かなとは思います。なるほど。じゃあここを見てほしいというところはどこですか？はい、まあ、自分のプレーの特徴としては、はい、まあ、周りの選手を生かすのが特徴だと思うので、周りの選手を特徴を引き出せるような、そういう中で自分も、いいところを引き出してもらえるような、そういう関係を築けていけたらいいなと思ってます。試合前に必ずすることやルーティンなどは何かありますか？いや、あんまり決めてないのがその自分のスタイルというか、なんかこう全部決めてるとそれやんなきゃやんなきゃってなって、それがまたプレッシャーだったり緊張感を生むと思って生活してきたので、何も決めずにそのやりたいと思ったことを試合前はやるようにしてます。なるほど。そんな河合選手、サッカーを始めたのはいつからで、そのきっかけは何ですか？ちゃんと始めたのは6歳の頃だったんですけど、まあ、お兄ちゃんがサッカーをやってて5歳上なんですけど、お兄ちゃんがサッカーやってた影響もあって、まあ、家では、まあ、2歳3歳の頃からボールを蹴ってたみたいなので、まあ、その頃からかな。きっかけはやっぱりお兄ちゃんがやってたのがきっかけかなと思います。2歳3歳ぐらいの頃からずっとサッカー好きなんですね。好きというかもうサッカーが人生の大半というか、その生活でここまで生きてきた感じですね。サッカーに人生を捧げている河合選手、サッカー以外に趣味があるのか聞いてみると。趣味、はい、あんまりないんですよね。浜中田ゴルフとかもやってみたんですけど、あんまり自分に向いてなくて、釣りとかもちょっと起きるのも大変だしはまんなくて、まあ、今は子供をの成長を見届けるのが、はい、自分の生活かなと思ってます。常に子供のことって感じですね。幸せですね。幸せですね、はい、そうですね。では岡山での生活はいかがですか？はい、
そうですね、だいぶ慣れてきたかなとは思う。まず道には慣れてきたんですね。結構車多いんで最初どの車線走ったらいいか戸惑ってたんですけど、だいぶ慣れてきて、まあ、ご飯とかはまだあんまりコロナの事情もあったりであんまりいろいろ行けてないので、これからまあ落ち着いてきたらチームメイトの人に聞いたりしていろんな美味しいご飯食べに行きたいなとは思ってます。その、まあ、コロナの関係もあって行けないとことかもあると思うんですけど、おすすめのスポット、はい、気になってるグルメとかありますか？はい、あんまりいろんなとこ行ってないんですけど、とりあえずジーンズストリートだけ行って、あとは逆に聞きたいですね、おすすめの場所とかここ行ったらいいよっていうのは聞いてみたいですし、グルメも何だろう、何が、まあ、フルーツは美味しいっていうのは聞いてるんで、あと魚だったらサワラとか有名なのかっていうのは聞いてますけど、まだそんなに多く行けてないかなっていう感じですね。まあ、お忙しいですよね。まあそうですね、休みの日に行けたらいいなっていう感じですけど、まあ、香川とか行ってみたいですし、近くに。じゃあ岡山に来て良かったと思うことはありますか？ずっと静岡で生活してたので、静岡の中に行ったら気づけないこととか、また別の岡山に来て岡山の良さを知れたことだったり、また何だろう、気持ちがすごくリフレッシュされてリセットされて新たな生活を始められたっていうのはすごく何だろう、まあ、年齢を重ねてきたんですけど、また一から自分を作っていけるような気がして、それがすごく楽しいですね。最後に今シーズンの目標を色紙に書いてもらいました。どうぞ。はい、J1 昇格です。はい、ズバリ J1 昇格という感じですね。はい、そうですね。はい、じゃあ J1 昇格には何が必要だと思いますか？まあいろんな要素はありますけど、まあ、J2 リーグ長いので、その一試合一試合目の前の試合を全力で戦っていくことが全てだと思いますし、悪い流れだったらそれを引きずらないように、また1週間新たに、いい流れだったらそれを継続できるように1週間でチームを作っていくっていうのが大事だと思うんで、それを毎試合毎試合試合ごとにやっていけば、まあ最後10月の終わりにはみんなで喜べるかなと思うんで、はい、目の前の試合を頑張っていきたいなと思います。